イワン・シュレーダーの肖像1889年クルーゼンシュテルンテイトクゾウ。サンクト・ペテルブルク。シュレーダー家の紋章。イワン・ニカラヤビチ・シュレーダーは、ロシアの彫刻家。ロシア帝国の各地に多数の記念碑を制作した。1835年、ケイニヒスベルクの貴族の家庭に生まれる。父親は、リャザン県の知事であった。貴族幼年学校で教育を受け。 卒業後は、この衛兵となる。クリミア戦争では、セバストポリでの戦いにも加わったが、戦後、死であるピョートル・クロットの勧めもあり、彫刻家となることを決めた。シュレーダーはロシア帝国芸術アカデミーに入り、彫刻家、ニコライ・ピメノフの指導を受ける。またミハイル・ミケジンと共に、ロシア建国千年祭記念秘蔵根流にも、携わった。 1864年からは4年間南米に渡り、帰国直後の1869年、AI キリエフスキーの共造で賞を受ける。その後彫刻家として、チャールス・コエセローのエカチェリーナ2世像、サンクトペテルブルクのクルーゼンシュテルン帝徳像と、オルデンブルク公使像、クロンシュタットのベリングスハウゼン帝徳像、ペトロザ・ボーツクのピョートル大帝像、アレクサンドル2世像、キエフに、 ボーブリンスキー伯爵像など数多くの像を制作した。このほか、モスクワ赤の広場にある国立歴史博物館にはコンスタンティン・フォン・カウフマンとセバストポリの英雄たちの共像が収蔵されている。セバストポリのパーベル・ナヒーモフ帝徳像ではセイウラジーミル勲賞を受賞した。シュレーダー家の紋章はロシア帝国貴族の紋章集。 第13巻169ページに収められている。ありがとうございます。